上にジャブ打って下にストレート、そう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 、上に起き上がる力で打つ感じ、そう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 、いいですよ。でガードをしっかりほっぺたに、そうガードをつける感じでやると背中で打てるです、そう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 、いいですよ。でそのサンドバッグの揺れを止めたいな、そのパンチで、ああいいですよいいですよいいですよ、そう揺れてきたからそれを止めたい、はい、そのパッとね、うん、そう 手で止めないようにパンチで止める、パンチ、はい、パンチで止める、揺れたからその揺れてるやつをジャブ、ダンダン、そうそうそう、タイミングを見る、タイミングを見る、サンドバッグのタイミング見て、そう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 、いいですよいいですよ、止まってきた止まってきた、そうそうそう、でこうサンドバッグが縦揺れしてるとダメージが要は効いてるって感じになって、めちゃめちゃこう揺れてるとただ押しとるって感じになるんで、それで見え、そう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 、響く感じです、そうそうそう、で今揺れてきてるんでそれをタイミングでタイミングでタイミングで止める、そう今止まった、今止まったんですよね、そう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 、ガードをほっぺたに持ってくる、そうほっぺた持ってくる感じでやると背中で右フックが打てることないです、背中意識できるんで、そう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 、いいですよいいですよ、うん、そうそうそう、で距離さえ空いてればそこからストレートが打てる、そうそうそう、で足踏みね、はい、左足がいいっすよ、もう一回ストレート、うん、腹にボディストレートフック、そう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 、で距離だけ取っとけば左が伸びるんで、遠めのドーン、ああそれでもいい、それでもそれ、まあ、バックステップでもいいですよ、その足でもいいです、打ち方はそれでもいい、でそうで足ね、足、左足を使う、はい、で左足、そう踏みたい踏みたい、そうそうそう踏めばいい、ラストです、ラストで左足踏む、ああいいです。